左逆半身に構え受けが左手を掴んだら右手刀で受けの手を切りながら左足を進め受けの側面に入り道します左手を受けの首に添え右後方に大きく開きながら受けを崩し導きます右肩口に受けを導き右足を踏み込みながら右手を振り下ろし投げます